と下もいた。こんなもん？なんかな。はい、皆さんこんにちは。くまの音楽チャンネルのまさおと中の人です。また文化芸術活動の継続支援事業についてのお話です。私はね、昨日7月16日に私自身が主催している法人の申請を終わらせました。その体験談をお話ししたいなと思ったりとか、あとは SNS とか実際周りの人に聞かれた質問、これに対するお答えであるとか、そういった内容をちょっとダラダラっと話していきたいなと思ってます。この動画は音楽家の皆さんに向けていますので、それ以外のジャンルの方っていうのはちょっと話が合わないなとかいうところもあると思います。そういったところは要項などでしっかりご確認ください。今回は質問の答え、主にね、質問はね、私は該当するのっていうのと、どんな事業を申請したらいいのって、こちらに答えていくっていうのがまず1点。自分が申請した時の体験談を踏まえて、実際の申請の実務ですね。それからコールセンターに問い合わせて分かったこと、この3つを、順番にお話ししていこうと思います。それぞれ、タイムを、概要欄に記載しておきますので、またそちらで興味のあるところに飛んでください。はい、まずは質問に対する答えですね。私は該当するのっていう質問が一番多いです。ざっくり言います。プロの音楽家の方であれば、ほとんどの方が該当します。プロってどないやねんっていうお話なんですが、2017年度以降、複数回ギャラをもらって舞台に立った人、それからチケットを売って舞台に立った人、大体音楽家って当てはまりますよね、これでね。はい、ただし例外がいくつかあって、収入が全て給与っていう方、例えばオーケストラの団員で所属オーケストラの給料以外一切収入がないっていう方、これね、多分なかなかいないと思うんですよ。オーケストラの団員の方でも何かしら依頼を受けて、それ以外のお仕事を行ったりとか、あと別のオーケストラにエキストラに乗ったりとか、そういう活動をされてると思いますので、こういう方もなかなかいないんじゃないかな。それから YouTube とか放送だけで活動してる方、これもね、身の回りの中であんまりいないですね。テレビとかよく出てる人でもとか、YouTube 活動がメインの人でも、例えば講演の依頼を受けてとか、実際に出演の依頼を受けていってる方であれば該当するので、これもね、例外に当てはまるっていう人なかなかいないんじゃないかなと思います。あとはね、可能性があるのは活動のほとんどが教室っていう方、教室の運営に関しては今回ここでは割愛したいと思ってますので、要項にね、教室の運営に関すること、収入、支出の半分以上が教室の運営だったらダメとかいろいろ書いてあります。この辺ちょっとご確認ください。今回は、ちょっと省略します。はい、このような流れでいくと、プロの音楽家の方ってほとんどの人が該当しますよね。その後にね、条件が載っているので、これもね、一度読んでみたいと思います。読んでみたいと思いますって言って、その要項どこに置いた？要項。はい、それ以外にもね、条件が書いてあるのでちょっと読んでみたいなと思うんですが、要項のね、何ページだったかな。補助の対象となる条件の中に、不特定多数に公開することによってチケット収入を上げることを前提としたもの、これはプロの音楽家のことですよね。新型コロナウイルス感染症によるイベント自粛等、イベント等の自粛によって大きな影響を受けるとともに、影響を受けてない人いますか？いたら対象外です。僕はそういう人にまだ会ったことがないです。はい、今後の再開にあたり、ぐちゃぐちゃぐちゃってちょっと省略して、何らかの事情があり速やかな再開が困難であったり、明日から去年まで通り演奏活動できる人っていますかね。あんまりいないような気がしますよね。で、従来と同様の収入が確保できない可能性がある。去年と同じぐらい稼げそうな人います？そう思うとね、プロの音楽家はね、さっき言ってたみたいな例外に当てはまってしまう人以外はね、ほとんど該当します。なので、どんな人が当てはまるんですかっていうふうに音楽家の方から聞かれたら、あなたはそうですとお答えしてます。基本的に
一般的に例えば舞台に上ってるような音楽家であれば大体該当します。はい、これが答えです。で、次が結局給付金と何が違うんだっていう話なんですが、これ前の動画と繰り返しになります。給付金はくれるお金です。どういう理屈かっていうと、収入がこんだけ減ってて大変です、だからそれを税金で補いましょう、だからちゃんと経済活動してくださいね、事業続けてくださいねっていうふうにくれるお金が給付金でした。で、今回の募集はかかったお金を一部補助します。まあ一部っていうのが基本的に3分の2です。ですから20万円あげます、150万円あげますというわけではなくて、原則は3分の2なので、例えば30万円使った人に20万円補助しますというような形です。で、もう一つ、20万円と150万円どう違うのっていう質問もよくあります。で、実はね、僕もここをズバリ答えたいところなんですが、よくわからないんです。一応要項を見ると、標準的な取り組みを行う個人事業主ってのが20万で、より積極的な取り組みを行う個人事業者ってのが、個人事業主ってのが150万だというふうに書いてあるんですが、じゃあより積極的って何なのってのはないよくわからないんです。で、これ前例もないし、要項にもはっきり書いてないし、でコールセンターで聞いてもよくわかんないんですよね。なので、ここから先僕の個人的意見です。今から10月31日までの間に、例えばキャンセルになった公演の復活公演、それから無観客配信をしよう、過去の演奏のライブラリー配信をしようというふうに、新しい試み、それから新しいイベントを開催しようという人は150万、特にそういうことは予定してない人は20万。実際のところね、ボーダーにあって微妙なケースっていうのもあると思うんですけど、大体この理解で大きく間違ってないんじゃないかなというふうに思ってます。この動画ではね、多くの人が該当するんじゃないかと思う20万円の A の1っていう方を主に話していこうと思います。正直ね、150万の方を狙おうという人は、予算書とか企画書が書ける人、それからもしくはそういうことができる人と一緒にお仕事をしている人だと思います。その人たちは各自で要項を見てください。まあね、よく読んだら大体わかります。普通の補助金助成金に比べるとだいぶハードルは低い、持続化給付金に比べるとだいぶハードルは高いですが、一般的によく演奏会やるときに補助金とか助成金とか講演とかもらう書類を作ると思うんですけども、それに比べるとだいぶ楽です。なので、企画をする人はこれぐらいやったら読んだらわかると思います。はい、というわけで、あとね、こんなことやりたいんですけど、これうまいこと使えますかねっていうふうな相談を直接いただいた、個人的な相談をいただいたら、私もお仕事として相談には乗らせていただきます。で、今までね、実際動画つながりで相談乗らせていただいたりとか、実際じゃあこう一緒にこういうことしましょうみたいな話に結びついた案件もありますので、特に目新しいことというか面白いことをしたい人がいたら、ぜひご相談いただければ、何かしらお力になれるんじゃないかなと思います。はい、さて、では20万円の方の補助金を音楽家の方がもらおうと思った時にどうしたらいいのか、いくつかパターンあるんですが、一番手っ取り早い方法一つだけ紹介します。まず2月の26日以降、演奏活動関係の経費を今日まで、それからここから10月の31日までかな、の間で購入予定のものを全部書き出してください。すでに買ったやつは領収書が残ってるやつだけです。領収書ないものはもうダメです。死人物狂いで探してください。1万円の領収書は6666円の現金に化けるかもしれないと。例えばね、この間もらった3万円のギャラの封筒、家の中でどっか行ったって言ったら死に物狂いで探すでしょ。そんな風な感じで領収書死に物狂いで探してください。本番なんかが全くなかった人でも、例えばオンライン合奏するためにピアニストに伴奏してもらった謝礼、まだ払ってないから後で払おうっていうのもありですよ。で、配信動画撮るために場所を借りましたとか、例えばカラオケボックスで
音出しながら収録しましたとかいう人もいると思います。それから配信とかをしようと思ってマイクとかカメラを買いました。練習場が普段だったら家なんだけど距離を取るためにどっか借りたのでそこに行くために交通費が必要でした。それから楽器の修理費、楽譜代、事務用品、消毒用品、該当するものっていうのはね、要項のね14ページから17ページまでに載ってます。結構幅広いものが載ってます。これに該当するものを全部、過去に書き出していきましょう。ただし10万円超えているものはダメです。一切ダメです。それがどういう目的であろうが何だろうがとにかくダメです。ただし2個買って12万円だったっていう領収書はお店に言って、6万円ずつの領収書2枚で分けてもらってください。どうにかして。はい、でこういったお金は本来ならば皆さんは演奏活動をしてそのギャラで払ってたはずなんですよ。でも今回コロナの影響で収入がないまま自腹で払ったんですよね。だからそれの全部とは言わないけど3分の2を補助してくださいと。で一定の条件を満たすと4分の3というのもありますし、例えばアルコール消毒液みたいな直接コロナ対策の分に関しては 100% とかいろいろ例外があるんですが、一旦分かりやすくするために全部3分の2で考えます。補助金が、何でも3分の2出るかというとそうではなくって、一つは上限が20万円もしくは150万円っていうのはありますけど、今20万円のやつの話してるので上限が20万円。それからもう一つ下限が10万円なんです。つまり例えば12万円経費があってその3分の2の8万円くださいはもらえないんです。なのでさっき言った書き出していった領収書が3分の2で考えると15万円あれば申請できます。で、すでに使ったお金ってそんなにないよっていう人もいると思うんです。自粛期間本当におとなしくしてましたとか、本当にずっと家で練習してましたっていう人だっていると思うんです。そういう人はこれから買えばいいんですよ。 YouTube でも始めてみようかなと思ってカメラとかマイクを買うのもいいでしょう。慌てて買わなくていいですよ。申請して審査に通ってから買えばいいんです。これを買おうっていう機種と金額だけ調べて申請書に書きましょう。あとね、これに出すためにね、無理やりあれとかこれとか買いましょうって無駄なものは買うのは本末転倒です。あと買ってメルカリで売ればいいやってもこれもダメですよ、絶対ね。これは本当にダメです。いやもう YouTube とか特にやんないしとかいう場合は、再開に備えてっていうのがね、項目にあるんですよ。活動の継続、再開のための公演制作方法の検討準備実施、この辺は全部ね、and と or でつながってるんですが、それを、一番便利な解釈をすると活動再開のための準備っていう読み方ができるんですね。そしたら例えば楽器の整備を出そう、楽器調整出しとこう、どうせ今本番ないんやから。それから本番始まったらリードいっぱいいるなとか、弦もそろそろ買い替えとこうかって買っておくってのもいいですよね。それから例えば金管楽器の人、木管楽器のこととか僕事情よく分かんないんですけども、再開した時によりクオリティが高い演奏をお届けするために今まで試してみようかなと思いながらちょっとって見送ってたマウスピース、試しに買ってみよう、これだってありです。再開後のクオリティを上げるための事業です。でこれも先ほど言ったように審査をして、申請して審査してもらって通ったら買えばいいわけです。と、まあここまででどんな人が該当するのかっていうことと、どんな申請をすればいいのかっていうのを、どんな申請をすればいいのかっていうのは一例です。これ以外にもいろんなことがあります。無観客配信をしようとか、自分の YouTube チャンネルをこんな風にして、YouTube チャンネルを充実させるというのは実はちょっと微妙なんですよ。でそれは YouTube チャンネルを充実させるのはなぜか、次に公演を再開した時にお客さんが来てくれるためですっていうふうにね、事業目的のところにしっかり書いておきましょうね。一応舞台活動を再開させるための事業であったりとかそういうものなので、基本僕 YouTuber になってガンガン稼ぎたいです、だからそのための経費出してくださいっていうのはね、ちょっとね事業の趣旨から外れがちなので、いまいち審査の心象は良くないと思います。同じ YouTube なんだったら YouTube でいっぱいいろんな人に自分の活動を知ってもらって、
自分が舞台再開するときにいっぱい来てもらいたいからですっていう風な作文の方がより審査の心象はいいと思います。はい、ではここからは、実際に私が申請して分かった体験談と私の失敗談を喋っていきたいと思います。